20号ではクラッチケースとトランスミッションケースを接合し、エンジンブロックに組み付けます。今回付属するパーツになります。17号で組み立てたトランスミッションケースにクラッチケースの下部分をケースから出ている2本の爪に下側からスライドさせてはめ込みます。次にクラッチケースの上部分も同じように爪部分にスライドさせるようにして上からかぶせます。そうしたらタッピングネジ E で留めてください。組み上がったらエンジンの後部に取り付けます。エンジンブロックの縦長の突起にクラッチケースの溝をスライドさせるようにしてはめ込みます。ここは後の工程で脱着することになるので接着剤で固定せずはめ込むだけにしておいてください。これで20号の作業は終了です。